それではサイさん、よろしくお願いします。サイです、よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。今日はじゃん、情報系イノベーション専門職大学さんで歌います。イエーイ、楽しみ。めっちゃ晴れてる、超いい天気ですね。あ、スカイツリーがちょっとね、スカイツリーめっちゃ近い。楽しみ、文化祭が楽しみなんだけど。本当ですね、満喫したいみたいな。回りたいですね、また、はい、回りたいです、屋台とかも。頑張りまーす。こんにちは。ありがとうございます。かわいい。めっちゃかわいいイラストです。あ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。うちっぽいなって思って聞かせていただいて。めっちゃかわいい。ありがとうございます。いい感じです。ご上手、絵が。イエーイ、楽しみ。1時間前くらい、ま、今前か、そうですね、1時間前ぐらいに入っていろいろね、準備をしたいと思います。あ、寒かったからもう鼻水止まんない。寒いですね、一気に。中でよかった。ステージもいい感じでしたもんね、昨日のリハーサル。ぶりの放送喋っていただきたいです。かわいい。11時10分よりステージが3階 IU ホールにてスタートします。サイリウムも1人1つ配布しているので、会場でたくさん光らせて盛り上げてください。それではトップバッターのサイさんより一言いただきます。朝倉未来代表の MA プロモーションズ所属、ギター弾き語りシンガーソングライター、サイです。今日はトップバッターということで、文化祭盛り上げたいと思います。皆さんぜひ、11時10分から遊びに来てください。待ってます。緊張したこれ。久しぶりの放送、久しぶりの小学生ぶりの放送委員会。最後にやったら給食です。あ、一緒です。私も給食で、めっちゃカミカミで人参とか、なんかメニュー詳細言ってる。頑張ります。行ってきます。はい、1日目楽しんでいってください。IU フェスステージ一発目は、今年4月から朝倉未来さんが代表を務める MA プロモーションズに所属のサエさんです。伝わりやすいストレートな歌詞とキャッチーなメロディー、一度聴いたら忘れられない愛らしい歌声で聴く人の心を癒します。2018年10月、タワーレコード渋谷店タワレココーナーにてファーストアルバムブルームをリリース。アルバムは5週連続で売上ランキング1位を獲得し、注目を集めております。それではサイさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。サイです、よろしくお願いします。私にはそう夢があるの、なるものだけで構わない、そう私は一人じゃないんだ。Yeah.
改めまして、さやと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんなね、朝早くから集まってくださって、しかもちびっ子たちもいるっていうね、ちょっとすごい和む感じでありがとうございます。で、今日はですね、トップバッターということで、文化祭盛り上げたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとう。じゃあ次2曲続けて聴いてください。マイレージボーイ、よろしくお願いします。ありがとう。入りたいかも、この大学。起業しましょう。何食べます？
室にお腹空いたわ。まあいいですね、すごい。はい。スカイツリーやばくないですか？めっちゃ綺麗。天気もいいし。何食べましょう？焼きそばとか食べたいんだけど。食べたいですね。すごい肉寿司とか。すごい。一通り見に行きますか。あ、焼きそばあるやん。あります。焼きそば食べましょう。熊の焼きそば屋さん。懐かしい。私ね、じゃがバター売ってました、高校の時。いいですね、食べたいな。ないですよね、じゃがバター。でも別に人気で、多分1位だと思う。あったら買いたいな。文化祭やりたい、マジで。ね、本当に。体育祭もやりたい。やりたい。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。そして文化祭に来てくれた皆さんもありがとうございました。めっちゃ楽しい、もう最高の思い出になりました自分も学生気分になるので、もう屋台でもたくさん食べさせてもらってめちゃめちゃ楽しかったです。またぜひいろんなね、他の文化祭とかも出たいので皆さんお願いします。お願いします。はい、イノベーション大学の皆様ありがとうございます。